唐辛子じゃないってハートだって。ほらわかる、このハートほらわかんないか、ハートがいっぱいついてるの。ゆうたんからの LINE 見た？今日15分、いや15分じゃない、12時までやりたいなって感じ。ただ私は明日めっちゃ朝が早いの、朝めっちゃ早くて、まあでも大丈夫。明日大荒れの天気ってどういうこと？大荒れっていうのはどういうこと？いいってこと？大荒れって何？みっぽんからの LINE ね、ヒーター思い出して頑張るね、ハンギョドンみたいな感じだった。かわいい。そう、私がウータン明日頑張ってねって送ったら、ありがとうヒーター思い出して頑張るねって来てた。ドクターウーちゃんファンさん、確かに。どうファンさすればいいの？プチパタプチトマトウチワを見つけたら、言えなく歌ってる途中にプチトマトって。ゆかちゃんヒットン、こっそりやばい。カラオケアジさん大佐よろしくお願いします。明日見に行くよ。だってすごい、ももかも、あーうまい、状態違う。4時起き？あ、でもそれぐらいかも。結構早いかも明日私。うん。見に行きたかったんだけどね。みんなの、いや見に行けるかな。多分見に行けそうなんだよね明日。僕対公演。わかんないけど、まだ見たいなと思ってるところではあります。ビバリケのサビいいよね。ビバパジャコいいね。だってありがとう、もえぴ大きくある。ビバリケ確かに。ヒータン鍋食べました？今日食べてないけど食べたよ。そう、かなうとかなうが配信で言ったかもしれないんだけど、かなうともつ鍋を食べに行ったのね。そう、もつ鍋を食べに行ったんだけど、1時間ぐらい待ってもつ鍋が来るのに。そうで、そうだけどすごいお店の方がいい方って、そう帰れないみたいな、めちゃくちゃいい人で本当に帰れないかった。明日配信からね。私も配信で、こう、うん、配信かな私も。明日は行きたいけどね、行けれるのであれば行きたいけど、どうなんだろう、多分もう当日言うのはね。ケイジさん明日広島行きます。だって楽しいんだよね MC でプチトマト。いった、確かに誰かにさ MC でプチトマト、誰か私じゃなくても誰かメンバーがの目に入ったら、そのうちわがその話題になるもんね。まだプチトマトあるよみたいな。チェイさんヒタン、確かにね、セクシーブチトマト、それ、あ、そう歌い出しですね、あれはビバは。そう、よろしくねー、しんいちさん。そういえば室内は時期バレてみたら何かも自分で来てない。嘘、私を見つけないでくださいね。だってああ配信で見つけようかな、山口の時にいた方がいるとか、私のファンの方がいるとか、どうなんだろうね。私もすごく生で見たい気持ちはある。生で見たいけど
そう、当日言うのかな、どうなんだろうみたいな。てかそう、明日のお仕事が早く終わるか終わらないのか分かんないから、私は松鍋いいでしょ、グラタンじゃない、なんでなんで1時間、そうありえん、ありえんくないけど1時間待たされたら返さない人なら寝ない、嘘本当に、あうまくさんこんばんは、違うの違うの、本当にお店の、ちょっと待って、面白い話して、そこでそうゆいなと遭遇したのゆいなと、私はかなうとご飯を食べてて、そうそしたらゆいながかなうに LINE でなんか今お店来てるでしょみたいな感じの LINE が入ったらしくって、なんで知ってるのって言ったら、たぶんゆいなも待ってて、そうそう同じタイミングで、そうで一緒に食べるってなったけど、ゆいながもうご飯食べついちゃってから、鍋がお鍋がついてたから、そうあれだったんだけど、面白くない、そんなことあるみたいな、ねえ見に来て、持ちきれたのかな、お店が、あそうなんだ、ヘビキやミューポン、ヒューラたちの初日レッスンで見てないらしいです、え、そうなの、レッスンだったんだ、何のレッスンだろう、うん全然大丈夫だよ、キャスキ焼きだっていいね静岡の爽やかハンバーグレッスン一応のやつ、え、そう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 、でもそう、でもあのそう、かなうに食べに行かせてって毎回言ってる、なんか爽やかなハンバーグは私結構昔から知ってるんだけど、もうずっと食べたくって、そうずっと食べたいなと思ってるハンバーグで、人生で死ぬ前に一回は食べたい、ギフちゃんねって懐かしい、なんかさユイナってさギフちゃんって感じするよね、ユイナよりギフちゃんって感じしない、オーディションの頃分かんなかったんだけど、私はギフちゃん分かんなかったんだけど、みんながギフちゃん、なんか最なんかオーディションの名前で呼び合う時期があって、なんかギフちゃんギフちゃんって言われてて、ギフちゃんって顔してるわと思いながら、ゆいなのこと、広島ってそんな狭い町だっけ、やばいやばい、確かにね、ゆいなも一人で来てた、すごいよね、何歳ゆいなって、16歳17歳、分かんないけど、あれかすみんと同い年だっけ、分かんないけど、その年でも鍋一人で食べに来てるからね、しかも結構常連らしい言っていいのかなこれ、常連らしい、であまりにもお店の人がいい人すぎて、私たちも常連になろうみたいな、かなうと、そう車で行くってすごいね、ケツさん気をつけてきてね、車の楽しみにしてる、え服、そうなんかカスミンがなんか、そうなんか誰かもつ鍋食べに福岡行かんって言ってきたので、なんかいや本場が食べたいのが、も本場のもつ鍋が食べたいのがすごくわかる、私も食べたいしよく行ってたから、あのケヤキさんのライブで福岡とか行ってたから、その絶対もつ鍋食べて帰ってたから、そう分かるの、その本場のもつ鍋が美味しいって分かるんだけど、でもなんかもつ鍋を出してる別に他県のお店でもまずいって思ったことがないから、もつ鍋はもつ鍋だから、ちょでもカスミンは許せないらしい、なんか福岡のもつ鍋が食べたいらしい、そしたらもうもつ鍋といえば福岡じゃんってめっちゃ言われて、誰かもつ鍋食べに福岡行かんって言われて、そうもつ鍋食べるためだけにさ福岡行くってさ17歳の考えじゃないよね私でもさすがに21歳の私でもさすがに何かのついでに
そこだからなんだろう、愛知県行ったらひつまぶし、ライブでなんだろう、旅行で愛知県行ったら、旅行じゃないな、何かのついでに愛知県行ったらひつまぶし食べるしみたいな、その何かのついでにそこのご当地のものを食べるけど、そのものを食べに、でもなんだろう、多分私がそこまでグルメ通じゃないから、そんな、そのなんだろう、だから多分そうなんだと思うけど、すごいよねその考えが。やき一緒にもつ鍋行って、え、わかる、キャベツいいよね。ともさんこんばんは、ゆくちゃんひーたんね、実家静岡だから、あ、そっか、そうだ、ひなちゃん、そう、めっちゃ爽やか行きたくて、私もうめっちゃ行きたい。ゆださんひーたんびっくりドンキいいね、ギフちゃんじゃないと一瞬迷う、だわ、ね、わかるわかる、だから寝てはったまひびきはプチトマト知りませんでした知らない子は知らないよね。いや別に浸透させなくていいからプチトマトはあの日の MC でたまたまやっただけで、別にこれからやっていこうなんて思ってないからそう、浸透させないで、ギフちゃんって顔、そう、福川麻衣さんの、あ、そうなんだ、福岡だと高速部、え、そうなの、早いね意外と、遅くなってくる、あ、運転お疲れ様、ゆかちゃん嬉しかった、見つけた時、あ、いるって、あの時間にもつ鍋食べるって、いいな、食べたい、いや食べれるか、いや食べれないか、私は多分どうなんだろう、お仕事終わり、終わって食べれるかなと思ってるけど、多分日帰りだよねさすがにね。そう、その由依関係が多いから、ゆい、そう、ゆいってつく子が多いから最初に、でもギフちゃんって感じの顔だよね、もうギフちゃんみたいな、ギフちゃんですみたいな顔してるあの笑顔ギフちゃんですって感じ、すいません、山崎に河原そば、え、行きたいの、河原そば食べに、あのあと調べたの、河原そばが、そう、河原の上に乗ってるやつだよね、すごい食べて美味しそうだった、そば好きなんだよね意外と私。欅坂では平手友梨奈さんが推しでした。そう、平手友梨奈さんが本当に好きでした、普通に好きだった好きだったかな。でその時欅さんのライブであそこ行ったの、あの福岡のどこだっけ、あそこどこだっけ、福岡のあそこどこだっけ、有名なところ、有名なところというか、あの海に沿ってるところ、マリンメッセか、マリンメッセ、マリンメッセか、そう、福岡のマリンメッセに行ったんだけど、そうで、その時高1とかかな、高1の時で、え、高1だっけあれ、うん、高1だ、高1の時で、なんか初めて九州に一人でというか友達と行ったんだけど、その時欅、あのオタク友達のこと言ったんだけど、そう、初めて九州にその行くっていうドキドキ感と怖さもあったし、でもね、なんかライブで、ライブ会場のライブ入った時に、なんか隣のお兄さんがめちゃくちゃ優しくて、そう、双眼鏡貸してくれたり、結構いろんなもん、そう、結構いろんなもんっていうか、双眼鏡か、ずっと双眼鏡貸してくれてて、で私がそう、あの平手さんのタオルを持ってたから、もう押しって多分察したんだろうね、なんか平手さんがそれこそ花道来たら、なんか、あ、来てるよ来てるよって教えてくれて、双眼鏡貸してくれて、そう、見えた見えたってずっと言ってくれて、そう、そんな感じだった。見たい、愛子ちゃんの確かに、ごめんね、全然、研究生公演の定番になるの、パジマカリーナありがとう、ミッチーさん、この笑顔100円みたいなねそう、でもそんな感じじゃない、ユイナの笑顔100円って感じ。そう、マリンメッセ見やついてますありがとう、ロニバイさん、体
ラトイツのお寿司も、食べたい。私ね、築地行きたいの。築地、築地、築地に行きたくて。築地で何が食べたいかっていうと、あの卵焼き、あの棒に刺さったふわふわの卵焼きが食べたいの。もうめっちゃ食べたい。私は見つけても買って嬉しかったよ。ね、よかった、気づいてくれて。もうほら入った。そう、博多湾か、博多湾。ヘイタンと一緒にオーディション受けてた子、テツと誕生日一緒だったよ。そうなんだ、すごい。こんばんは、あつで。ヘメナはびっくりドンキーのことビクドンって呼んでそうです。ごめん、私本当に嘘なしでびっくりドンキーを食べたことが人生で多分1回だけだから、びっくり。そのハンバーグってお家で食べるものだと思ってるから、私の中で。そうだから、なんか、なんだろう、そのハンバーグを食べに、まあ、ハンバーグ言ったらハンバーグ専門店じゃん。ハンバーグのお店に行ったことがなくて、あんまり。だから、あの爽やかなハンバーグを見た時にすごく衝撃を受けて、ハンバーグのお店なんてあるのみたいな、こんな、しかもこんな美味しそうなみたいな感じになって。私レアが好きだから、お肉は。そう、めっちゃ焼いてますみたいなお肉、なんか爽やかなお肉ってそんな感じじゃん、なんか。わかんないけど、いや、ハンバーグって大体めっちゃ焼かれてるじゃん、中まで。だけど私はレアな、お肉全般に関してはレアが好きなの、結構。で、爽やかなお肉ってなんかちょっと半分なんかレアじゃないけど、なんかちょっとなんか あるじゃん、なんか全然めっちゃ焼けてる感じないじゃん。あれにすごく魅力を感じてるし、なんかとにかく美味しそうで、だからびっくりドンキーを行くっていうあれがなくて、呼んだこともないのね、あんまり。そう、ビッグドン、これ略したこともないんだよね。それなんか、いや、そうなのかな。ライジン、そうなんだ。なんかライジングホールさんの近くいっぱいあったよね、お店。豊洲代わりに食べといてあげる。ねえ、嫌なんだけど、本当に食べたいの、本当に。そう、ほんとん、築地の海鮮丼は、いや、本当に築地。てか、なんか、あと私なんか写真で見たんだけど、お肉になんかウニが乗ってて、何これと思って、本当に美味しそうだったので、なんかお肉とウニの組み合わせなんて、ウニクっていうのかな、もう本当に私の好きな組み合わせで、そう、ずるいと思って、もう食べなきゃ。だからなんか思ったんだけど、これみんな一緒の感覚か分かんないけど、私の感覚がみんな一緒か分かんないけど、なんか旅行行った時ってもう金銭感覚分かんなくなるじゃん、なんかもう別にいいやみたいな。なんかだから、それこそ夢の国とかも、なんだろう、全然、あ、3000円かみたいな、じゃあ買おっかみたいな、なんか5000円が一、なんか5000円、夢の国で私の中で感覚は5000円するものは高いみたいな感覚なの。だからそれ以下は別に、あ、買っちゃえ買っちゃえみたいな感じの脳になっちゃうの、夢の国いる間は。だからもうめっちゃお金がなくなるの、本当に。で、旅行行った時ってそういう感覚になるから、その東京とか、まあ、築地とか、まあ、なんか高いじゃん、海鮮高いのかな、築地って安いの分かんないけど、なんか高そうじゃん、そんなウニとお肉なんて、海鮮丼とかも。なんかだけど私は多分ホイホイって出しちゃうんだろうなと思って。でもこれが私が築地に住んでたら、いや高いっていう感覚になるんだろうけど、なんか旅行になっちゃうから私の中では。そう、築地に行くっていうことが、だからなんかもうね、買っちゃうよね、多分いっぱい。なんか私頑張らなくても1日で100万使えそうなの。いや、頑張らなくても多分3時間で100万使えそうなの、多分。もう本当にそれぐらい、なんか、なんだろう、お金遣い荒いって言っちゃあれだけど、私最近怒られたの、そのお金遣いが荒いって、お母さんに。そう、怒られたばっかりで、そう、もうちょっと私はお金をちゃんとしなきゃなっていう
なんかそれでお母さんに言われたのが、なんか絶対いつまでもお金あるって思ってるでしょって言われて、めっちゃ心読まれたと思って、そうお金なんてなくなることないでしょって感じで生きてたから、そう、マイヤーさん取ったんだ袋、すごいすごいというか、星野選手さんこんばんは、ありがとうございます。ケンさん、じゃあスタバ行って、スタバ取ったないの、そんなすごい、めちゃびっくりのみ食べた焼肉、焼肉もレア、私は本当に焼きすぎたお肉が本当に好きじゃない、焼きすぎたというか、あのだから私だけトング別にしてもらう、あの生があんまり嫌ってこうばっかりだから、そうミディア、あそうミディアムレアっていうか、待ってやばい、マリメッセからの帰りで知らない女の子と駅までタクシー相乗りしてドキドキでした。いいね、なんかかなちゃんから移動、かな終わったんだ、そう新鮮な牛肉を、私ね、これ言っていいのかな、これ STU 的に言っていいのか分かんないけど、もうね、全然私もう生のお肉大好きなの、もう焼かなくていいですってなっちゃうぐらい本当に生のお肉が好きで、そうそれこそあれが好きなの私は、これ言っていいやつ、生レバー生レバー大好きで、そうあんまりないじゃんこの世に、だからすごく通い慣れてる、通い慣れてるっていうか、なんだろう、すごいなんかね、そう新鮮なところの生レバーしか食べないんだけども、ごま油と食べるのが本当に最高に美味しくて、生レバーは、まあ皆さんの方が食べたことあると思いますけど、私よりでも絶対にまだ食べたこと、あでも分かんない、そうだよね、お腹が緩い人とかは無理なのか、私食中毒っていう言い方あれだな、食べ物でお腹当たったことがないんですよ、だからおな食べ物を食べた時にお腹を当たる感覚が分かんなくて、そうだから多分生とか全然好きなん だろうけど、そう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 、月新旅行なんで笑うの、そうそうなの、多分ミューポン、絶対好き、ウータンもね、ヴィトンチョコやばい、ヒータンは無駄遣いはしない、本当に欲しいものしか買わないんだけど、その本当に欲しいものとか本当にやりたいことが多すぎて、そうそう、ヒータンクレジットカード持ったらダメですね、そういつまでもあると思うな、そう親と金って言うし、そうもう言われて、お母さんにいつまでもお金あると思ってるでしょって言われて、へえ言われちゃったって、でもなくなることないっしょって思いながらでも本当に舐めてるよね私人生、そうダメだなって思いながら、まあしばらく今ね、まあ、クリコンのレッスンも始まるからまたどうなるか分かんないけど、そのお母さんと約束したのは、そう今はずっとね卒コンのリハだったり僕隊のレッスンで忙しくて全然自炊できてなかったみたいな、もう毎日朝昼晩もうコンビニで買ってたみたいな、お茶とかも沸かさずに買っちゃってたみたいな、毎回毎回毎日毎日みたいな、だからそれが落ち着いたら自炊するしお茶もちゃんと沸かすしみたいな感じの約束したのに、まだまだねクリスマスコンサートのレッスンが始まるから、あやばいどうしようみたいな、そう獣かよやばい、そうレバーとか最高やん、そう今はね禁止だからね、そうあでもさっと火はね通されてる、お腹壊さないようにね、だってありがとう、私がお腹壊したら次の日台風来ると思う、
ぐらい。馬刺しかな、馬刺しはね、私はお兄ちゃんが帰ってきたら毎回食べてる。お兄ちゃんが本当に何キロかってぐらいの馬刺しを買うの、もうやばいの、もう超大量の馬刺しを買ってて、もういらないってぐらい買うから、そう、それが楽しみかな。もうお正月とかかな、お正月。そう、リーチがレバ刺し食べて感動して、本当にレバ刺しは美味しい。そう、牡蠣大好き私。そう、ビフィズ菌がすごいのね。だってすごいのかも。いいんだ、めっちゃ嘘。生牡蠣も大丈夫。てか生のもので嫌いなものない。私生なんちゃらとか、生何々とか、まあいろいろこの世にいっぱいあると思うけど、生何々っていうの、あ、生春巻きとか、私普通の春巻きより生春巻きとか、もう生のあれが好き。なんかそう、そうなんだよね。こんばんは優しい牛さん。そう、ユッケは美味しい。そう、それこそ大阪の時に、大阪に住んでた時、もう大阪にずっとおった時は、そう、すごく通い慣れた焼肉屋さんがあって、本当に安くて美味しくて、そう、あのね、電話で事前予約したら30円返ってくるの電話で事前予約したら、もう最初の机に30円3枚と、ご来店ありがとうございますって手書きで書いてくれてんの、牛の絵と。すごくない？そう、店主さんとかバイトさんたちもいい方たちばかりで、そうなんだよね。食当たりしたことない。うまいとはやばい。そう、生ビールは私好きじゃない。てか飲めない飲めない私、生ビールは。そう、生キャラメル、あ、いいね。そう、何チューパーカブラモリセって、何それ。お野菜もサラダ、お野菜もサラダってどういうこと。お野菜もサラダってどういうこと。サラダ食べるね。チュレギサラダってこと。私はね、お豆腐サラダが好き。そう、謎の30円、大阪のリューナスっていうホルモンを見せない。そうなんだ。取ったから行くねって、行かないって、食べ取ったから待ってるね。キューさん庶民的すぎる。あ、キノコのほうのこんばんは。それがなんか聞いたことある店、本当に。そう、電話で事前予約したら、そう、あのね、いっぱい、なんかさ、今さ、あ、これ言わない方がいいか、ちょっと LINE 来たんだけどさ、メンバーからまあいいや。大阪は鶴橋に焼肉屋いっぱいある。鶴橋じゃなくてな、私ね、あそこに、ごめんね、大阪ね、あの、どこだっけ、ね、ごめん、鶴橋にももちろんいっぱいあるんだけど、どこだったっけ、あれ、ちょっと待って、みんな言って言ってくれない、大阪に、違うの、いっぱいね、おいしい焼肉屋さん、なんかお肉の割烹料理とか、なんかね、本当になんかすごい、どこだったっけ、本当に忘れちゃった、どこだったっけ、思い出せない。福島だ、大阪の福島 にすっごいいっぱい焼肉屋さんがあって、おいしい。そうすっきりした。そう、福島だ、大阪の福島の方に本当に美味しい焼肉、なんかリーズナブルで本当に美味しい焼肉屋さんがいっぱいあって、そう、開拓してた私たちは、大学時代とか、大学生の友達と、大学時代の友達と。そう、通いたくなっちゃうよね。そう、ただ30円帰ってくるところは、私が住んでたところからすごい近いところです。本当に徒歩5分ぐらいのところにあるところ。何なのか分かんない生卵、私いい、生飲めない生卵は。
お酒は苦手。春雨サラダが好き。確かに。京橋違う、福島、そう福島、福島、福島、そう福島。粗品、え、そうで、え、粗品さんの焼肉屋さんに行きたかったんですよ私。粗品さんのご両親が経営されてるお肉屋さんかな、焼肉屋さん行きたかったんだけど、そうタイミング的に行けなくて、タイミング的にっていうか、なんかそれなんかそういっぱいありすぎて、そうここから行こっかっていう順番のやに行ってるうちに、私週本当に週2とかで食べれてたから、お肉はてか、ま、本当よくてか全然1週間食べれるんだけど焼肉は。そうただ学生だしお金もあるから、お金の関係もあるから、そう週2とかだったけど、グルメだね私確かに。あとね、どこだっけな、美味しい焼肉屋さんがあったの、どこだったっけな、上新庄ってところかな、上新庄じゃないな、どこだっけあれ忘れちゃった、福島県に住んでます。違うよね、できます全て。昔なぜかおろしに生卵入れて飲む時代、ええ嫌なんだけど、嘘、何それ美味しいのそれ。北新地に近いけど福島はリーズナブル、うん、てか北新地さ、あの怖くて、そう行ったことないんだよね、え怖くない、なんか北新地ってなんか大学生が行くところじゃないじゃん、怖くて、え皆さん行ったことあります？どんな街なの北新地って。そうホルモン、ホルモン好き、生チョコ好き、で見た、そうあるよね、ひだうちだ、こんばんは、北新地でこういう誰、そうそう、なんかそういうイメージの北新地ってなんか夜の街みたいなイメージだから、そう、いや粗品さん、そう粗品さんね、なんか実家が大阪の、そう焼肉としゃぶしゃぶなら迷わず焼肉、でもどっちもお肉だから結局その時の気分かも。いったん野菜切りも安くて美味しい店がある、美味しそう、なんだろう何系のあれだろう、ひーたんグルメ旅ね、私結構グルメなのかも、グルメなのかも、私グルメ通とかじゃないとか言いながらグルメなのかな、僕と一緒に山崎、ありがとううちさん、うちは見えたよ、嬉しかった。ありがとう、食べ物100万円なくなる、なくなるんじゃない、美味しいものを食べたら、コアな場所ばかりやね。そう深川からリアル迷っちゃう、おいでおいで、そう何それ美味しいの、なんかあやってみようってならないんだけど。やめのりさん、元気おれんさん、ありがとうございます。どういう感じの街なの、どこが、どこがだろう、普通の街、上新庄の焼肉たくら、たくらっていうのこれ、わかんない、どうだったの、でも上新庄で降りた気がするわ、そこ北新地に泊まるの高くないの、北新地って私もうなんか大阪の中の東京って思ってる、これ言っちゃダメか、なんか大阪なんてなんて言うんだろう、なんかそうなんかレベルが違う街みたいな、もう学生まだ21歳が入っちゃいけない街みたいな、ノームージー美味しいね、お値段高いよね、そうなんだ、北千住、あ北千住ね、東京だっけ、嘘、高校の、言ってたね伊奈くん、北千住行くって、夜の街ってことは森下の方面、違うし。私はちゃんと帰ってました、ご飯を食べたら、そんな遊び歩かず、これ本当に遊び歩くような友達じゃないので、みんな
そう、屋敷鷹人、へえ、リリウッチだけど、全然いいよ、待ってるよ。おしゃれなレストランじゃなくて焼肉屋ってところが庶民的でいいね。そう、なんかだって結局さね、なんか言ってた焼肉てか、なんか私がそのなんでそんな焼肉に影響されたかっていうと、その斉藤渚さんの影響もあるのね。斉藤渚さんが朝からお肉をめっちゃ食べてるみたいな情報なんかとか聞いたりとか、だから本当にお肉好きだったじゃないですか。なぎ肉みたいな感じのフォルダがあるとか、なんか本当にお肉が好きなんだなと思って、なんかその影響で私もお肉が好きになった。あの多分消されてないと思うけど、斉藤渚さんが一人で焼肉を食べる動画が多分イコールラブさんの YouTube のチャンネルにあると思うんだけど、もう本当に美味しそうに食べるの、もうなんかみたいな、もうどっから声出してんのってぐらい、なんかごめんね、もう時間すごかった。そう、ごめん、大丈夫かな、大丈夫。そう、そう、充電やばい。あとそう、ごめん大丈夫、そろそろあれか、読んどこう。13位、ヒラリハットさん。12位、南光さん。11位、若菜ちゃんありがとうございます。10位がデビルピロールさんありがとうございます。9位がラムレ姫さん。8位がミワさんありがとうございます。7位が岡山のつぼちゃん。6位が稲くんありがとう。5位が電脳さん。4位が福ちゃんありがとうございます。3位が道行さんありがとうございます。2位がケイトさんありがとう、気をつけてきてね明日。1位が広島港のパセリさんありがとうございます。やばい、めっちゃありがとうございました。ごめんねみんな、急ぎ、なんかめっちゃ急ぎで充電が。そう、では早起き頑張ります。頑張ろうねみんな一緒に。では明日僕の体育館へ行く方は楽しんでください。じゃあね、おやすみなさい、バイバーイ。